よし、どうなさん、ごちゃみネットです。さあ、ポケモンレジェンズアルセウス続きやっていきましょうか。今回ですね、こちら。まあ、このデータ、とある検証用に作ったデータなんですけど、これね、図鑑登録数が13匹。で、プレイ時間が1時間40分で、で、ゼロ星団員ですね、レベル10までのポケモンが言うことを聞くっていう状態で、まあ、チュートリアル真っ最中なんですけど、親分を捕まえることができるのか、まあ、そちらのね、検証動画やっていきたいなと思います。でですね、今回のターゲットがこやつなんですよね。ギャロップの、親分を相手にしようかなって思っていて、ちなみに手持ちはこんな感じ。ミジュマルとポニータとコリンクとムックル、ピッパ。で、ミジュマルはね、レベル8だから割といけそうな気するんですよね。まず、背面投げ。とにかく、後ろ向いたタイミングで、いきます。もう道具もね、モンスターボールしかないから。で、親分ポケモンなんですけど、罰になってるんですよね。多分絶対に入手できなくなってるんだと思うんですが、こやつなんとかゲットできないかなというのが、今回の動画の内容です。よっしゃー、不意をついて、アクアジェットでとにかく、行動パターンとかって出てくる、あ、出てくるな。ミジュマル、ギャロップ、ミジュマルの順番か。で、体当たりだったらギャロップが2回できるのか。じゃあ、アクアジェット繰り返して、赤ゲージまで持ってって、きつ。キッズで不意をつかれて動けないって状態になった時にあれをします。逃げます。で逃げてちょっと動いたタイミングでもう一回不意をついて、これを繰り返していけば、まあ、赤ゲージになるじゃないですか。で赤ゲージになったタイミングで割といけるんじゃないかなっていう俺の予想。多分赤 Z じゃないと無理っぽいな。体当たりは、ちょっと素早さが足りてないから、ギャロップレベル40捕まえれたらでかいけどな。よし。これを繰り返していきます。とにかく、赤ゲージまで持っていきましょう。すーおー、いいね。行こうか。これで一旦逃げて、でもう一回ここから、モンスターボール投げていきます。と。よし。行きましょう。いや、これ、できるか。行け!モンスターボール!無理かな?行けるかな?いやー!ぐわー!やばい!落ち着け、ギャロップ!不意をつかれて動けない。オッケー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 。もう一回、不意をつかれて動け!ストビタックル!お前、それ死ぬんじゃないか!あー、うわ、頼む頼む。ムックル、びっくりした。おお、すげえ。帰ろっか。なんかあっけな。こんな簡単にゲットできていいんすかね。なんかすげえ格付いてるな、あのポニータ。あ、かわいいな。帰ろう、帰ろうぜ。親分の説明も何もされてないまま。よし、どうだ博士。あ、上向いてる、一応ちゃんと。初めて見るはずの親分なのに。どうすか、ギャロップです。店に行こうぜ、翔ちゃんに。もう多分ね、翔ちゃんね、でんぐり返りの方法とか今教えてくれてる最中なんですよね。まあその最中に、あの親分を捕まえるやつ。いや、ということは割と他のルクシオとかもいけそうだな。それだったらやってもいいかもしれん。でもモンスターボールで捕まえれるもんなんだね。諸先輩見てください、これ。全然興味ない。全然興味なし。なんならすり抜けるしな。全然ビビらねえ。さすがだぜ、諸先輩。嘘。ピカチュウの電気ショックで寝込んでた人が
俺の親分に全くビビらねえ。なんて人だ。いや、早くこのギャロップ戦わして、翔先輩のもとで。おお、お前まさか親分になって一番最初の仕事が日の見取りとは思うまい。これを待っていた。よろしいでしょうか。頼みたいことがあります。いいよ、やろうやろう。ありがとうございます。では訓練場でお待ちしてますね。ポケモンをたくさん捕まえていたら放牧場で入れ替えるのもいいですよ。戦おうか、翔先輩。まさか親分出すとは思うまい。多分知らんぶりか怠けているかが出てくると思うんですよね。一回でも動いたら多分勝てるはず。コリンクに襲われ、あまりの恐怖で思考停止に陥ってしまい、相棒と一緒に戦うこともできず、それ以来言うことを聞いてくれなくて。もっと命令聞いてくれないポケモンがこっちにいるから安心しな。それにどう命令して戦ってもらうのかも分かりませんし。確かにそっぽ向いてるな。でもあなたと相棒の活躍を見て、私たちも頑張らないと。だから勝負してください。戦い方を学びたいのです。いいのか、もっと言うこと聞いてくれないポケモン出すぞ。こっち、じゃあ行こうか、ギャロップさてどうなる。これ一回でも動いてくれたら勝てる。くらえ大文字。あ、動いた、ナイス、一撃必殺。おー、ひどい、ひどすぎる。こんな戦い方があっていいのか。あなたとポケモン心が通い合ってるみたいですね。本当にそう思う？どこをどう見てそう思った。ミジュマルレベル9だしな。なんなら他のポケモン20とかなのに、一番最初期にもらったポケモンが瀕死になってしまったがゆえに、気のせいかもしれませんが、一瞬ピカチュウと通じ合ったような。よろしくお願いしますね、ピカチュウ。敬語っていうのがな、いいよな。そっと向いてるわ。気のせいでしたか。でも私もあなたのように相棒と助け合って調査します。もっと仲良くできればですが。そうです、博士が教えてくれたのですが、ポケモンにはタイプというものがあり、勝利の有利不利に関わるらしいです。私のピカチュウは電気タイプのポケモンらしいです。しばらくは関係ねえな俺。もう動いたら勝てるからな。お、いやでも戦わねえのな、ペリーダさんは。いや戦いてえ。ちょ、ヨネさんと戦わせろ。ヨネさんと戦うところまで行きます。あんた自信あるかい、ポケモンを戦わせる手前の。あります。行こうか。そりゃよかった。あんたのところの警備隊の若造では歯が立たなかったからさ。横にいるのは相棒のゴンベ。兄弟のように一緒に育った中で、あんたらのようにおかしなボールで捉えなくても共に戦ってくれるよ。ちょっとモンスターボールに対して否定的な考えを持ってるんですよね。おかしなボールで捕まえた。最強ギャロップ見せるとき、レベル10。ステミタックル、大文字。力技。おお、めっちゃ動くな、お前。水曜。はは。怠けてるところを見せたいんだが、全然怠けねえわこいつ。いいやつなのかもしれないな。よかったのかゴンベ、これでいいものあげるよ。あんたらグラウトと言って材料からあれこれ作るんだろう。ありがとうございます。まあというわけでですね、まあ、今回の検証結果、普通に星0でも親分は捕まえられるということでした。よし、というわけでですね、ぜひぜひ皆さん、もしも、いや、最初はね、捕まえない方がいいです。こんなに言うことを聞いてくれることって本来なくって、普通だったら、聞いてくれないはずなんですよね。レベル40になるまでは、毒好き。え、めっちゃ動くな、お前。こっちが、多分、団員ランク、今一つで20まで上がったから、3、4、あと2ぐらい上がったら、多分このギャロップも言うことを聞いてくれるんですけど、まあそれにね、たどり着くまでは、残念ながらこのギャロップ、全然言うことを聞かないっていうことなので、皆さんはね、普通に進めるようにしてください。いやでも、よかったな。いい検証結果だ。大文字。ほら、これです。ギャロップは怠けている。めっちゃ反抗的。本来はこれが普通なんですけどね、ギャロップは言うことを聞かない。多分ね、一つ星でも、
絶対捕まえられない気がする。ちょっと×になってる、×になってるよな。お、でも捕まえられるんだ一応。ボールは投げられる。あ、全然ダメ、全然ダメだ。×になってら、ちょ帰るわ、帰らせてくれ。ごめんごめん、